歌川広重、東海道53時より、平塚宿。高麗山が背後に描かれている。高麗山は、神奈川県の平塚市と大磯町にまたがる山。大磯丘陵の東端にあたり、標高168メートル。紅葉樹の自然林が残り、21世紀に残したい、日本の自然百選に選ばれている。一帯の県有林、約29ヘクタールは、 高来山形民の森に指定されている。歌川広重の東海道五十三寺では平塚塾にその姿が描かれた。名称は高栗からの都来人に由来すると言われる。地元では高来寺山とも呼ばれているように、江戸時代まで高来寺という寺が山中にあり、現在の高木神社も高来神社として寺内にあった。 高来寺は高栗から渡来した、駒若密を祀った古い寺院と言われるが、室町時代には、数度の戦火に見舞われ、廃寺寸前にまで追い込まれる。しかし、江戸時代に、徳川家が、権限信仰のある、この寺を、上野官栄寺の松寺とし東照宮を置いたことから、流星を取り戻した。しかし、明治時代に入るとこのことが、あだとなり、徳川色を消し去りたい。 明治政府によってこの寺は廃寺とされ、廃物希釈で山内の道東はことごとく破壊され、高麗神社だけが残った。高麗神社は明治時代に高木神社と改名し、現在に至っている。高麗寺が健在の時は、山頂の王道とその西側の西天照、東側の東天照で三権元と呼ばれ、王道、東天照の地名は今も山中に残る。 なお、江戸時代には、高麗寺領は、高麗寺村という独立した村となっていた。高麗寺山から、現在の高麗山になった。否定する人もいるが、7世紀に滅亡した高栗からの亡命者の一部がこの付近に定住し、寺院を混流してこの名を付けたと考えられている。このことは、付近の古墳群から出土した装飾品や山の南側に、 諸輿が原という地名が残っていることなどからも推測できる。東ヶ原は菅原高生城が更科日記に諸輿が原に山となでこしも先剣むこそなど人々お菓子があると書いた地とされる。この地に一旦は定住した大陸からの移住者は、その後現在の埼玉県にあった高来軍に集められ移住していった。旧高来軍の埼玉県日高市に、 高来神社と高来山聖天院があり、どちらも高来若光に縁がある。虎女とは、富士の裾野のあだうちで有名な蘇我物語の中の虎御前のことである。蘇我物語の語り部でもあった晩年の虎女は高来寺の近くに住んだと言われている。一帯は高来山形民の森に指定されており、500種ほどの植物の宝庫である。 湘南平から、高来山への道のりは、市民から手軽な良いハイキングコースとして親しまれている。バスや車で湘南平まで向かえば、高来山の山頂までは、徒歩で片道30分程度の距離である。また、高木神社でバスを降り、神社の裏から高来山山頂湘南平、大磯そとたどるコースや、逆のコースを取る人もいる。散策路沿いには、テーブル、 ベンチなどが設置されている。ウィキメディアコモンズには、高来山に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。